もし、あなたがどうしようもない難問に直面しているのなら、もし、あなたがどうしても解けない謎を抱えているのなら、そんな時は、西のメインストリートに向かうといい。人垣を抜ければ、一軒の酒場が目に入るはず。そこは、北条の女主人。多くの人と謎がひしめくこの町で、たった一人、謎と向き合う孤高の黒猫。私の名は、名探偵クロエロ。何やってるにゃ？にゃにゃ！どういうことにゃ？どうしてクロエが主役っぽいことしてるにゃ？しかも名探偵とか、助手のくせに生意気すぎにゃ！ミャーはむしろアニャクロ探偵事務所のメインにゃ！どっちかっていうとアーニャがおまけにゃ！にゃにもー！せっかく仕事を抜け出してメレンまで来たにゃ、少しくらい羽目を外したって罰は当たらないのにゃ。はぁ、あ、なんだって私までこんなことに付き合わされてんだろう。俺がガネーシャだ！元はといえば神様のせいなんだからね。密売組織の追跡にゃ？そう、ガネーシャたちが奴らを捕まえるべく隠密捜査を進めていたのだが、こともあろうに奴らに感づかれ、我々が動くより先に逃走してしまったのだ。名探偵気取りのどこかの主審のせいだな。やはり餅は餅や。奴らの足取りを追うのに、お前たち名探偵の力を借りたいというわけだ。密売組織、なんか面倒そうな話にゃ。何や？人の数だけ秘密がある。秘密の数だけ謎がある。おお！迷宮入りしてしまう前にここに来たのは正解にゃ。この名探偵アーニャのところにゃ。名探偵度が以前よりアップしている。やる気満々すぎにゃ。安心するにゃ。この依頼、ミャーたちがズバッと解決してやるにゃ。けどどうしてミャーたちにゃ？そんな話ならガネーシャファミリアとギルドで。実はその密売組織は、以前お前たちに解決してもらった冒険者恋愛詐欺事件に関係していてな。犯人の女に未了の香を流していたのが奴らなのだ。未了の香？なんだっけにゃそれ。デキン男がそれでメスに惚れさせられて、たんまり貢がされてたって話にゃ。そんな話あったにゃ。つまりこれは因縁にゃ。因縁ってやつにゃ。かっこいいやつにゃ。小説ならそうかもしれないけど、現実だと面倒なだけにゃ。名探偵再びってやつにゃ。現実で聞くと、ミャーたちが一回失踪したみたいな言い方になってるにゃ。そう、因縁だ。この話は縁深き名探偵に頼むのがガネーシャも筋だと思ったのだ。でも逃げられたんでしょ？情報もなしに当てもなく探すなんて。そこはギルドとガネーシャたちで調べ上げてある。奴らは高飛びするためメレンにいる。にゃにゃ、リゾート地にゃ。もちろん無償ではない。犯人を拿捕した暁には報奨と、ホテルと食事付きの港町リゾートを申請しよう。
ロエ。仕方ないわね。私も手伝ってあげる。おお、なんと心強い。小遣い付きでメレンのリゾートっていうのに釣られただけでしょ。今のお前の話し方、いや、その声に黒髪。ひゅー、何のことかわからないにゃ。そうか、なら、まあいいが。くそ、無駄に記憶力のいいやつにゃ。帰り討ちにした暗殺者のことなんか忘れなさいってば。では決まりだ。ミアには俺から話を通しておこう。これで事件は解決したも同然だ。ああ、もう勝手にすれば。はあ、まさかミアお母さんからお目付け役を言われちゃうなんて。お前も苦労しているようだな。あんたもね、バカ猫2匹に頼んだのはガネーシャ様の独断だったんでしょ。まあな。で、どうする名探偵よ。ことは一刻を争う。メレンといえばお魚にゃ。いきなり脱線しやがった。ルノアはアホにゃ。新鮮なお魚を食べればいい考えが浮かぶってものにゃ。そんな話聞いたことねえ。それいいにゃ。まずはニョルズ様のところに向かうにゃ。おお、漁業ファミリアのニョルズのところで聞き込みか。さすがは名探偵。そいつら単に魚が食べたいだけだからね。聞き込みなんて一言も言ってないし。関係ないものは黙っていてもらえないか。は？なぜならお前は名探偵ではない。探偵の服を着ていないからだ。見た目で判断してるだけか、こら。そうにゃ、一般店員のルノアは黙ってるにゃ。ミャーたちの捜査の邪魔をするんじゃないにゃ。こいつら。俺が名探偵を心酔するガネーシャだ。先が思いやられるな。いい？とにかく目立たないこと。暴力は禁止。守れなかったらお魚も港町豪華スペシャルリゾートもなし。リゾートの内容、少し盛られていないか。ルノアは心配しすぎにゃ。名探偵はもともと頭を使って捜査するものにゃ。それが信用できないから言ってるんでしょ。名探偵に意見するなど100万年早い。なんでそっちが出てくんのさ。まずはあの土産物屋で聞き込みにゃ。さあ、今すぐ教えるにゃ。密売、盗み、殺し、何でもござれの極悪集団はどこにいるにゃ。メレンにはそんな物騒な連中はいませんけど。そんなはずないにゃ。怖い顔の連中を引き連れて、黒猫を膝に乗せてワインを飲んでる奴がいるはずにゃ。そいつの最後の目的は武力革命とか国家転覆に決まってるにゃ。どんな探偵小説読んだのさ。聞いたこともありませんけど。じゃあ質問を変えるにゃ。この町で一番の美少年を教えるにゃ。はあ？お尻がプリッとしてればなおよしにゃ。その子といい雰囲気になれそうなスウィートスポットも。質問変えすぎ。自分の趣味に走ってるし。たく、どいつもこいつも。さすがは名探偵。ガネーシャの思いもつかぬ角度からの聞き込みだ。だからいちいち出てくんな。スイートスポット、観光地のことですか。答えんのかよ。
それも悪くないけど、薄暗い人目につかない場所も時と場合によってはスイートスポットに。お前が犯罪者だ。名探偵の邪魔をするんじゃない。どこがだよ。さあ教えるにゃ。裏町でも打ち捨てられた倉庫街でも美少年とニャンニャンできる場所を。裏町？あそこは無法者のたまり場といったところか。あ、いや、すみません。私が言ったということは。安心しろ、お前に迷惑はかけん。はい。素晴らしいぞ。やはりガネーシャの目に間違いはなかった。いやー、さすがは名探偵の二人組。ガネーシャ、もう感激。これくらいお茶の子さいさいにゃ。あんたは本当に何もしてないだろう。すべて計算づくにゃ。おう、さすがはガネーシャが見込んだ名探偵。くそー、バカ連中のくせに無性に腹が立つ。流すというのも大事だぞ。おいおい、本当にいたぜ。お前らか。俺らの島で妙なこと嗅ぎ回ってるって連中は。ち、美少年の尻とは程遠いにゃ。ああ、何わけのわかんないこと言ってやがる。変チクリンな格好した猫野郎ども。にゃーん。いい度胸にゃ。暴れたら、お魚も、港町超豪華夕飯付き、湖畔眺望宿泊施設スペシャルリゾートも抜きだよ。にゃ。さっきから、報奨がどんどんグレードアップしてないか？解決が先なんでしょ？細かいこと一個なし。神様なんだからさ。ガネーシャ困惑。だがまあ、確かに街中での騒ぎは望ましくない。でしょ？バカ猫2匹と違って、私はしっかりしてるんだから。お、よく見りゃ、なんか弱そうな女もいるな。え？給仕服か。じゃあ、たっぷり俺たちにもご奉仕してもらうってのはどうだ？そりゃいい。おい女、まずは俺らに酌でもしてもらおうか。そのまま夜も寝ずにご奉仕か？ああ！おい。ほら、女！痛い目に遭いたくなけりゃ、さっさとこっちに。調子乗ってんじゃねえぞ、こら！うや！何しやがる、てめえ！この場合、お魚とか、なんとかリゾートはどうなるにゃ？ルナーだけ抜き、かにゃ？どう？まだ晩酌してもらいたい？やめてくれ！何者だてめえら！ただの名探偵にゃ！ただの探偵がこんな強いわけあるか！名探偵とは、知力、体力、時の運を兼ね備えた探偵のことにゃ。覚えておくがいいにゃ。なんかかっこいい。おい、名探偵アーニャとはミャーのことにゃ。知らねえ。にゃーん。知ってます。今知りました。それじゃあ聞かせるにゃ。黒猫を膝に乗せてワインを飲んでるやつの。あんたは黙ってろ。いい？
正直に答えてよ。ここ数日、この辺に出入りし始めた新顔で、できるだけ他人と関わろうとしないやつ。多分、港に比較的近い場所で、船の調達なんかにも動いてるはず。心当たりは？それなら一人。あいつだよな。昨日、船のことを聞き回ってた。そいつの風体と、動き回ってる場所を教えてもらおうか。はい。うんうん。ミャーの読み通りにゃ。悪党のことは、コアク党から聞くのが一番にゃ。結局、アーニャは何もしてないけどにゃ。そんなことないにゃ。ミャーの明快な推理のおかげにゃ。推理っていうのは、コアク党を叩きのめすことじゃないにゃ。結果的に捜査は進んでいるが、本当にこの連中に任せて大丈夫だろうか。俺がガネーシャだから大丈夫だ。いたにゃ。尾行なら任せるにゃ。さ。お、なんと軽快なガネーシャ感動。ガネーシャ、尾行中はあんまり騒がないように。さ。おお。ったく、クロエまで一緒になって。あいつ、一応裏の界隈の。ガネーシャも協力するぞ。はあ、これ以上邪魔しないでって。邪魔しなければいいんだな。さあ、さ。誰だ。うわあ、なぜだ、なぜバレた。バカなの、あの神様。面目ない。げえ。あ、逃げたにゃ。おうにゃ、踏んづかまえるにゃ。頑張ってくれ、名探偵たちよ。ねえ、ガネーシャファミリアの団員とか動員できなかったの？ガネーシャが、どうしても隠密行動がいいとダダをこねてな。さあ、もう逃げらんないよ。ルノア、捕まえたにゃ。ああ、今から吐かせるとこ。ってもったいねえが、これでも食らえ。あにゃにゃ、この煙どこかで。ああにゃ、知らなかった。あんたがこんな美しかったなんて。ルノアの顔、お魚みたいにゃ。へっ、しばらくおとなしくしてやがれ。はにゃ、お魚ルノアにゃ。見えないガネーシャだ。明らかに魅了の子だな。どうしたものか。ん？そんなの簡単にゃ。うぎゃ。あの野郎、絶対許さねえ。
つざきにしてやるにゃ。まあ、あれだけ生き恥をさらしたのだからな。生き恥って言うな。だがどうする、例の男は行方をくらませてしまったぞ。そこはミャに任せるにゃ。推理するにゃ。おお、さすがは名探偵。あいつはこっちから走ってきてあっちに走っていったにゃ。だからあっちにゃ。なるほど。で、どこが推理だ。現場検証にゃ。なんか探偵っぽいにゃ。やつの足跡は石畳だよ。やつの遺留品は割れた瓶くらいしかないって。みゃー、いちいち邪魔すんじゃないにゃ。逆切れかよ。そうだ、邪魔をするんじゃない、俺が。あんたも黙ってろ。む、どうしたにゃ。この匂いはお魚にゃ。は？思い出したにゃ。やつはお魚の匂いをプンプンさせてたにゃ。きっとお昼はお魚だったにゃ。その推理意味あんの？こっちからお魚の匂いにゃ。ちょっ、さすが名探偵、素晴らしい推理だ。魚の匂いをアーニャが間違えるわけないにゃ。納得がいかないのはわかるが、もう流れに身を任せるしかない。あんたまで嘘でしょ。この家でいいの。アーニャの尻尾がピコンと立ったにゃ。クロエの耳もぴょこんと立ったにゃ。ガネーシャの仮面もキラリと光ったぞ。うるさい、さっさと教えろ。そうにゃ、この家からお魚の匂いが。よし、出てきやがれこの野郎。なんですかあなた方は。は、誰あんた。こっちのセリフです。この家から漂ってくるお魚の匂いが一番美味しそうだったにゃ。それは仕方ないにゃ。叫んなこら。いや、当たらずとも遠からずかもしれん。え、主人、お前冒険者だな。我らと常に半身で接する体制。懐近くから離さぬ手。懐に仕込み武器でもあるのだろう。何を言って。この家に入った時、複数の足音が聞き取れた。何人かが慌てて隠れたのだろう。極めつけは、かすかに残る微量の香の香り。こればかりは、短時間で拭いようもなかったな。野郎ども出てこい。お天道様は騙せても、ミャーの目はごまかせんにゃ。ミャーのピコンと立った耳に嘘は通じんにゃ。だから何もしてないだろ。さすが名探偵、ガネーシャ脱帽。元より承知の上だ。ある意味すっきり。野郎どもやっちまえ。ふしゃギャー。ふん、ニャ
ーの頭脳に手も足も出なかったにゃ。頭脳関係ねえ。こっちも終わったぞ。全員打破した。あとはさあ、あとはあんただけだよ。何者だてめえら。こっちには上級冒険者もいたっていうのに。なんか探偵ってことになってるらしいけど。はあ、どこが探偵だ。こんな強豪手段ばっかりで。あっ、探偵は頭を使うんだからさ。そいつが狩猟か。うん、あっけなさすぎだったけど。そうか、協力感謝する。まだ終わってないよ。魅了の子、その狩猟が持ってたもの。クロエ、にゃ、行くよ。ああ、気にしないで。あとはそっちに任せる。私たちはこれから裏の仕事だから。わかったね。今後もし魅了の子の情報がどこかに流れでもしたら、真っ先にあんたの頭をこの壁みたいに粉々にしてやる。はい。これで魅了の子を知ってそうな奴は全員抑えたにゃ。ったく、厄介なもん流通させやがって。アーニャとのロマンスがよっぽどトラウマだったにゃ。もう思い出させるな。俺が感謝感激のガネーシャだ。見事だったぞ、名探偵。いや、それほどでもあるにゃ。まったく、ルノアに付き合わされて全然メレンを堪能できなかったにゃ。いいでしょ別に、あんな漁師の町に美少年なんていないって。探してみなきゃ分かんないにゃ。健康的な日焼け美少年のお尻がいるかもしれんにゃ。ああ、そうですか。そうにゃ、ルノア。ん？あの超なんとかリゾートはどうなったにゃ？そうにゃ、豪華夕食付き超高級湖畔眺望宿泊施設、超豪華スペシャルリゾートにゃ。俺が宝鐘の超インフレに驚きを隠せないガネーシャだ。ああ、約束破って暴れたからなし。どういうことにゃ。先に暴れたのはルノアにゃ。私はそんな約束関係ないし。詐欺にゃ。おみやが自腹で用意するにゃ。は？なんで私が。これは詐欺事件にゃ。謝罪と賠償と美少年とお尻を要求するにゃ。事件にゃ。そうにゃ、重大事件にゃ。ミャーの助手が事件を起こすなんて何事にゃ。はあ、誰がいつ助手になったんだよ。今回の頑張りで助手に認定してやったにゃ。聞いてない。そもそも願い下げだよ。もう決まったことにゃ。事件を起こした罰として一生ただ働きにゃ。バカなことばっか言ってんじゃねえ。誰があんたの助手なんか。光栄に思うにゃ。オラリオ一の名探偵の助手にゃ。誰が名探偵だよ。絶対ごめんだからね。ならば俺が助手になろう。おみゃはいらないにゃ。俺
俺が失意のガネーシャだ。今回は面倒をかけたな。はあ、まあその辺はお互い様ってことで。ああ、だが本当にあいつらの助手をやってみてはどうだ。は？勘弁してよ。お前たちは二人より三人の方が金星が取れているかと思ったんだがな。やだよ、こっちは仕事にもなんないし、いい迷惑だって。まあたまには付き合ってあげてもいいけどさ。特報にゃ、ついに小説版名探偵アーニャと色化け脳筋女子のクロルの本格始動にゃ。勝手に名前を略すんじゃないにゃ。誰が脳筋だよ、誰が。もう次巻の構想は完璧にゃ。その名も猫神伝説殺人事件、ハニートラップにかかった色化け女子の死と脳筋女子の敵討ち。勝手に殺すにゃ。私がクロエの敵討ちすんの？ないわ。おめえも薄情すぎにゃ。次回はミステリーにゃ。探偵小説って全部そのミステリーってやつじゃないの？その読解力をアーニャに求めるのは無駄にゃ。次回は謎が謎を呼ぶ展開にゃ。解けると誰も言ってないとこが奥ゆかしいにゃ。投げっぱなしで終わるんだろうな。ふにゃー、おみゃらも助手ならちょっとは協力するにゃ。みゃはメインだしにゃ。私は助手でもないし。にゃー、名探偵をもっと持ち上げろにゃ。さあみゃお母さんにどやされないうちに仕事しよう。みゃはお昼寝にゃ。本当にでっかい事件起こっても知らないからにゃ。ないにゃ。